こんにちは。ただいまの時間は、11時3分ですね。ここはですね、香川県に入って観音寺という駅です。高松方面の普通電車は結構ここから、ぼちぼち、あるんですね。で、先ほど10時57分に、伊予西条から乗った、電車がここに着いて、特急など通過待ちしたり、行き違いなどで19分ほど止まります。で、すいません、今駅の外に出てタバコを吸わせていただいてますが、それとともにですね、携帯の方の充電が結構やばいので、モバイルバッテリーは使ってるんですが、ちょっと大垣までがねやばいので、すいません、この後坂出から乗るマリンライナーというやつが、ちょっと待ってくださいね。すいません、パイセンありがとうございます。パイセンからのご好意で、ちょっと高松まで、坂出から岡山まで、マリンライナーのグリーン車に乗ればおそらくコンセントがあるだろうという、ね、情報ネットとかでもありましたし、駅の方に聞いたらおそらく間違いないということで、追加1000円で、指定席グリーンを取りました。2階建てです。はい、伊勢東橋からの眺めをこう2階席からこうコンセントを差しながらこうゆっくり、楽しもうかと思っております。モバイルバッテリーもね、あるんで、ある程度は充電できるんですが、本当にちょっと電池が心配だったので、これで助かりました。16分の発車なので、あと10分ほどあります。もう一回多度津で、10分ちょっとの、停車時間があるので、またゆっくりしようかなと思っております。まだ四国を抜けるまでには1時間ぐらいかかりますが、松山から早くも3時間半経ってるんですが、あっという間に、過ぎております。この後また本州に入ったら新快速で2時間半の移動があったりとかですね、そこそこ楽しめるかと思いますので、ありがとうございました。